よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂存分に示してみよ。まずはお主自身の手で挑む段位を決め。余が選んでいいのだが、かけては一つ、この義輝がかけてみるとしようか。どうすまずは小手しらくといったのならば示せ。こやつらが相手じゃ。日頃の鍛錬の成果見せてみよう。我ら武田が熱く震えば敵は怯えて震えるが道理。幾度も人を与えた。さっさここにこのこと三日道のクルーネごとし攻めよう。やたのカラスが聞こえよ。そうだ、勝負ありだ。さあ遠慮などいらん。次のも我が生涯に俺修羅場なり。大丈夫ですかい。さあ俺の肩に捕まって。ここは世と世の剣があれば十分だ。お心に従いまする。気合いだ。お主ら気合いが変わるわ。海より深く、ごめんなさい。鍛えようとする限り、わしが力となろうぞ。
ガチャのカラスの鳴き声を。我らを導け。人馬一体はやがて人心一体を導こうぞ。青野よ、ここで終わるな。幾度でも立ち上がり落とし合え。次は俺の番か。怖くねえぞ。あれくらい俺たち下々に任せてくだされば良いもの。ガタのカラスの鳴き声よ。あれ、僕の順番よ。いつ見ても破れし者とは哀れなものよ。我らを導け。ハハハハ、なかなかやりおるわ。この魂、このわしにぶつけてみよう。おれ、わしも一つ、お手調べといい。どの所用に火を加えた。なぜ。安全な声。あえて世の軍勢に弓引こうと、役属のそしりなど受けようものか。謝る鍛錬により己高めんと望むものよ。そんなお主のためにこの道場がある。熱く限りながらもそのうちには常に泣いた心の己を持つのじゃ。紛れを風に登れ。剣よ、ヤタのカラスの鳴き声よ。正々堂々でなくて一向に構わん。死力を尽くし、我がもたらせし鉄火のよう。楽しんでくれているようだな。あの雲の上まで投げてみよう。これ式のことを押されたうちに入らん。定めの旋盤よ。やるな。今日はようやく理解見せてくれた。その方という存在を。お主ならば少々手荒く歓迎しても平気じゃな。質な予備もつかぬほどの乱を頼むぞ。どもよ、お主手のつぶがある。かかってこい。精進せい。疲労風に戻れ。剣よ。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。